すごい。びっくりするでしょ。はい、両手で。田中さんで小学生のバスケ実況してますが、はい、どうですか選手たちと比べて。いや、こんなにドリブルの上手な選手は見たことがないですね。2つのボールを一気に違うリズムで打ってますもんね。ね、足元通したりもすごいですよね。藤原拓海くん、小学5年生の11歳です。クラブに所属しながらドリブルを極めたいと頑張っているんですね。目標とするのは日本最高峰のポイントガードとも言われています川村優輝選手なんです。川村選手もね、ドリブルがお上手なので有名ですもんね。見てないのに手にボールが吸い付くかのようなドリブルですよね、はい、うん、でそれになるべくいろんな練習をしてるんですよ。すごいですよ。もうバスケットボール以外も投げながらね、うん、ドリブルしてましたから ね、ボールは友達だみたいな、ね、感じでもありますけれども ね、磁石でくっついてるんじゃないかみたいな感じでした、ね、当然この練習がチームのプレーにも多分生きてくると思いますので、ね、無駄のない動きが、ね、できますからね。そうだよね。これからどんな風に上手くなっていくのか、はい、よく凄技ってあるじゃないですか、はい、で僕これができますけどできる子他にいるみたいな感じで、なんか難しいテクニックとか送ってもらってもいいんですけどね。確かに全国のじゃなかった、はい、県内の子供たちに、ね、はい、見てもらって、うん、俺もっとこんなんできるよ、そうそうそう、私こんなんできるよみたいなのが来たら楽しいです、ね、いいですよね。まあ、とあるスポーツ番組の企画みたいになってますけれどもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、ネーミングはまた考えましょう、そうですね、それっぽく。たくみくんぜひこんなのできたよっていうのがあったらまた送ってもらって、はい、でたくみくんに勝てるよっていうのを送ってもらって、はい、比較していきましょう。やっていきたいと思います。はい、お願いします。お待ちしています。